風景印、風景印とは、郵便局に配備されている消印の一種である。正式名称は、風景入り通信日付印、風景入り通信日布印。風景印、風景入り通信日付印は、郵便局に配備されている消印の一種で、局名と応印年月日ランと共に、局周辺の名所旧跡等にちなむ図柄が描かれている。 大きさは直径3 6ト、mm、ル以内で、形は円形が基本であるが、特産品などをかたどった変形印もある。応印に際しては、飛び色と呼ばれる赤茶色のスタンプインクが使われる。通常の黒色の消し印とは異なり、郵便窓口等で利用者から申し出があった場合に応印してもらうことができる。使用開始の広報は、郵政省時代は、 漢方で行われていたが、2004年度以降は、日本郵便のウェブサイトで行われている。一旦使用が開始されると廃止まで半永久的に使用されるため、使用開始日の陰影を収集しているものが多い。廃止に関しては、郵便局自体の廃止や解消、簡易郵便局への変更などに伴うもののほか、風景院に描かれていた景観の変化など、諸般の事情で廃止。 変更れる場合もある。2018年1月1日時点で営業中の全国24,050の郵便局のうち11,139郵便局、うち35は簡易郵便局7は分室に配備されている。配備数は北海道882や東京都652、愛知県650、神奈川県450、 兵庫県425、静岡県415などで多い一方、佐賀県、宮崎県、山梨県、香川県、沖縄県など100局未満のところもある。都道府県内の総郵便局数に対する配備率で見ると、福井県79%や京都府、愛知県、静岡県約70%などでは配備率が高いが、 大阪府や九州地方では20%以下のところもある。配備局は直営局が多く、簡易郵便局への配備は、季節局や観光地のつぼねなど少数にとどまる。2018年1月1日時点で、風景院が配備されている、営業中の簡易郵便局及び分室は以下の通り。中村時間郵便局、岩手県、犬川簡易郵便局、 山形県、田麦屋間郵便局、山形県、浜田間郵便局、秋田県、日原間郵便局、東京都、母島間郵便局、東京都、阿久玄関郵便局、埼玉県、川越都山地間郵便局、埼玉県、時川ももも区間郵便局、埼玉県、春名間郵便局、群馬県、今市清原玄関郵便局、栃木県、 富士山五合目会議郵便局、山梨県、大開会議郵便局、山梨県、白馬山頂会議郵便局、長野県、久和会議郵便局、長野県、上五名会議郵便局、長野県、黒島会議郵便局、石川県、立山山頂会議郵便局、富山県、電化会議郵便局、福井県、諏又京会議郵便局、静岡県、 豊イコイビト郵便局。静岡県、妻まよ、カ郵便局。静岡県、富士宮間宮カミ,ミ郵便局。静岡県、博物館、明治村カミ郵便局。愛知県、犬山長蛇町カミ郵便局。愛知県、湯野屋カミ郵便局。愛知県、平井温泉カミ郵,郵便局。岐阜県、樽府中カミ郵便局。岐阜県。 赤目滝蟹郵便局、三重県、坂下蟹郵便局、三重県、西藤原蟹郵便局、三重県、千早蟹郵便局、大阪府、奥田、二蟹郵便局、兵庫県、足津蟹郵便局、鳥取県、男、木島蟹郵便局、香川県、千歳郵便局新千歳空港内分室、北海道、陸前高田郵便局、郵便分室、 岩手県、成田郵便局空港第1旅客ビル内分室。千葉県、成田郵便局空港第2旅客ビル内分室。千葉県、常滑郵便局セントレア分室。愛知県、泉佐野郵便局関西空港分室。大阪府。豊中郵便局大阪国際空港内分室。大阪府。これら以外の特殊な例として、仙台郵便局、白瀬仙内、昭和基地内。 世界青年の船船内、東南アジア青年の船船内における風景員が挙げられる。これらの施設は利用可能者が限られるため、一般のものは毎年発表されるプレスリリースを参照の上、郵便で応援を依頼する必要がある。また万博など国際的なイベントにおいて設置された郵便局にも風景員が配備されることがある。風景員には配備される。 郵便局周辺の名所旧跡や特産品等にちなむ図柄が描かれている。実際に見える風景というよりも、その場のイメージステレオタイプが優先されている傾向がある。近年では地域にゆかりのあるアニメや特撮のキャラクターやなどが描かれる場合もある。字には、字アウトレット、広島郵便局のように全く風景とは言い難い図柄も存在する。 一部の市区町村では同一の図柄が複数曲で使われている。川崎市麻生区を例にすると、区内の9曲のうち、麻生郵便局以外の8曲は、すべて同一の図柄、大禅寺ふるさと公園が描かれている。同様の例は、川崎市の多摩区を除く各区や大阪市安倍野区、神戸市垂水区などでも見られる。地域の景観や特産品の変化、 また曲の解消や移転などに伴い、図柄が変更されることもある。東京中央郵便局を例にすると、戦前は1931年から1940年まで使われた後、戦後は1948年1月1日から国会議事堂と二重橋が描かれたものが使われて、いたが、1996年4月24日と2012年7月17日に、 図案変更が行われ、現在は東京駅丸の内駅舎と JP タワーが描かれたものとなっている。2007年10月1日の郵政民営化から2012年10月1日の会社統合までの間、郵便局、郵便窓口を担当と日本郵便支店、悠々窓口を担当が同一店舗で営業していたところでは、多くの場合は、両社でほぼ同一の図柄が使われていた。 違いは主に応印日の年活時に河川があるかないか、河川ありは郵便局、河川なしが悠々窓口というもので、さらに各中央郵便局をはじめ一部のつぼねでは、局名表示も若干異なっていた。これらは会社統合によりいずれも河川なし、郵便局の局名表示に統一された。例外的に下記の局、視点については、 統合前にそれぞれ異なる衣装の風景印を使用していた。統合後は、厚生局では、旧郵便局の衣装、それ以外では、旧支店の衣装が使用されている。応印には、消印の収集を目的とし、郵便物を差し出さないで、応印してもらう、記念応印と、郵便物を差し出す際に応印してもらう、引き受け消印の2種類がある。応印は、風景印が配備されている。 郵便局の郵便窓口、または、悠々窓口で行われる。一通あたり切手、または両学院面の合計を62円以上とした、台紙、封筒、郵便はがき等が必要である。窓口に適手を貼り付けた、台紙等に応印してもらった後、差し出さずに持ち帰る方法である。自ら窓口に赴いて、直接依頼する方法と、郵便で応印依頼を送付する。 由来と呼ばれる方がある。窓口にて、郵便物へ、風景印を応印し、そのまま差し出す方法である。国際郵便の場合は、切手や料を学院面を風景印で消印した上で、その傍らの切手にかからない位置に別途応分印を応印する必要がある。郵便で応印を依頼し返送してもらうサービスである、風景印に限らず、通常の和分印や応分印等を、 由来することも可能。船内郵便局や、区内町内郵便局は、一般人の訪問が困難であるため、原則的に、由来で消し印を入手しなければならない。次の3点を揃えて、応印を希望する、郵便局に郵送する、応信封筒に、風景印を応印依頼在中と主書することが望ましい。2012年3月14日に、犬坊崎灯台、 千葉県銚子市の前に設置された白い丸型郵便ポストのように郵便物を投函すると風景印が応印されて宛先に届けられるというサービスを備えた郵便ポストが各に存在する。上野公園のパンダポスト、2011年8月1日開始、や郵政博物館前のスカイズリー型ポスト、2014年3月1日開始、福島空港のウルトラマンポスト、 2014年12月18日開始など独自の形状や塗装が施されたものも多く人気が高い。風景印は1931年7月7日に定心証告示で制度が創設され、同年7月10日に富士山郵便局、現富士山町郵便局と富士山北郵便局で使用が開始された。 戦前は多い時期で国内の1152局に設置されていたが、この頃は形状の規定も緩く、様々な形状の風景印が作られた。同じ頃より、日本の統治下にあった関東州、満州国、樺太、朝鮮、台湾、南洋の郵便局にも風景印が設置されるようになり、計260局以上で使用された。 関東州の大連局と法天局では、国内よりも早く、昭和6年4月1日に使用を開始している。このほか、日中戦争の際に開設された、野戦郵便局でも、数多くの風景印が使用された。しかし、戦火が激しくなり、ゴム不足となったため、1940年11月15日、限りで、繊維維綱に役立つとされた愛知県。 厚田郵便局や島根県、大こそ郵便局などの神社にちなんだ風景院、江田島郵便局などの軍事施設にちなんだ風景院は真滅するまで使用を認める一方、他の郵便局については使用停止となった。戦後、1948年1月1日に、東京中央郵便局はじめ24郵便局で使用開始となったが、規定が厳格化され、 変形院は影を潜めた。以後1974年頃までは観光地を中心に配備されていたが、1975年以降、観光資源が乏しい住宅地の郵便局でも当時の周波郵便局を中心に配備が行われ、1988年以降は変形院が続々と登場するようになった。平成に入ると年月日のゾロメブーム、 平成11年11月11日などを当て込んで、使用を始めるつぼねが多数出たことで、使用局が飛躍的に増加した。その後21世紀初頭までは急激な増加が続いたが、2005年以降は新規変更を合わせ多くとも、年間数10件程度で推移している。また、図柄が時代に合わなくなったとの理由などで配置をやめるつぼね、出始めている。 日本以外にも風景印は存在し、戦前に日本の統治下であった中華人民共和国、大韓民国、台湾のほか、スイスやカナダなど、欧米圏にも存在する。またアメリカ占領下時代の沖縄、琉球遊生町にも風景印が存在した。中華人民共和国では、1985年から風景美、タクと呼ばれる風景印が使用されており、 直径 32mm の円形のものが黒色インクで応印される。大韓民国では観光記念通信日付印と呼ばれる風景印が使用されており、日本同様円形以外の変形印もあり、黒色インクで応印される。台湾でも風景、有卓と呼ばれる風景印が使用されているが、はがきの両学院面や切手などは、 通常の黒い消し印で抹消した上で郵便物の余白に応印するという形で使用されるために日付は入っていい。また、日本と異なり一つの郵便局で複数のデザインのものが使用されているところもある。インクはピンク色に近い赤紫色である。琉球郵政庁では1950年3月に数局で風景印の使用が始まり、その後拡大して、 計14曲で使用された。1961年には本土と同じルールに変更され、ただし年表示は、西暦、本土復帰まで使用された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。